トイックカンニング事件。オンライン MP テストも1時間で自宅で受験ができ、スコアも早く分かるという点で普及していってほしいですが、替え玉が日常的に行われてしまうのは危険だと感じました。まあ、替え玉ね、はかなりやばいなと思いますね。本題始まりました。ナムツキチャンネル。さあ今回はですね、まあタレコミ情報がやってきたということでやりたいと思いますね。はい、トイックカンニング事件というですね、はい、まあどうしても許せないというですね、タレコミがやってまいりました。あ、僕がやったわけじゃないでしょ、囚人服着てるわけじゃないんですが、はい、トイック替え玉受験というのはね、まあ実際に行われるだろうとは思ってましたよ。全然行われてしまってる可能性はあると思いましたが、まあ実際それがあったんでっていう報告を受けましたんで、それについて語ろうかなと思いますね。バッチリとね、証拠があるわけではないので、その詳しいなんか情報とかをここで上げることはしないし、まあもし証拠があるんだったら、あの実際に話してやってもよかったなと思うんですけど、そもそも証拠をどうやってゲットするかっていうのもまあ難しい状況なんですが、はい、それを話していきたいと思います。ここに全然ふさわしくない、はい、ビックリマンチョコを食べながらですね、ヒカキン、セイキン、はじめ社長がいますけど、はい、ごめんなさい、クリーンなイメージの皆さん。リョー&シバユー&虫メガネ。なんで東海オンエアのこの3人なんだ。シバユー奥さん大変ですね。で、どんな内容だったのかっていうと、友人が替え玉受験をしていることが分かったと。で、点数が、まあ、950より上ってことですね。で、それが TOEIC IP のオンライン版ってやつです。はい。まあ、メインチャンネルの方ではもうすでに紹介していると思いますが、TOEIC IP オンライン版っていうのがあります。実際僕も満点取っていますが、なんか、確かにカンニング等はできる状況なんですよ。まあ、自宅で受験するやつなんで、自分も家で撮ったんですけど、でもこれをオフィシャルにするのはどうかなと思って自分は入れてません、あの満点の回数の中に。まあ一応同じ IP テストっていうことなんで入れてもいいんだとは思うんですが、受験環境的にどうなのと思ってね、なんで入れてないです。紙とか僕のやつは届いてないしね、しかもオフィシャルのスコアは、オフィシャルのスコアっていうか、スコアのあの、紙とかないんで、その会社のやつでやったんですけど、就活で使うらしいんだけどね。まあ、トイックがオンライン化されたことにより、カンニングが常態化し、努力した人が報われない由々しき事態だと思いますと。このようなことを防ぐ対策を ETS はしているのでしょうか。また、オンライン受験のスコアは、就活や単位取得などの手段として公式に採用されてしまうのでしょうか。まあ、これは、ぶっちゃけその会社、その大学によると思います。まあ、あまり聞かないけどね、これが実際の大学に OK になっているかどうかっていうのは。まあ、どうですか、皆さんのところ、単位認定、使われてるとことかありますか、どうなってます。で、これに関しては、一応、なんか AI とか導入して、そういうのできないようにするみたいなのが進んでるっていうのは、前に TOEIC 側から発表があって、だと思いますね。その人かどうかっていうのを AI がカメラかなんかでしたっけ、それにで判断して監視するのを作ってるって言ってたよね。 AI 監視サービスまだやってないのかな。でも去年の段階で言われてたんで、あ、出てる出てる、やっぱり AI 監視サービス3月15日より受付開始って書いてるから、2021年3月15日より、ね、開始しましたって書いてあるんで、でその本人かどうかってね、受けてる人がっていうのをやってるはずなんだけど、お金がかかるのね。 AI 監視サービス受験者1人当たり550円プラスでやるわけか。なるほど。 IP で受けたんだったら、そう、学校かはわかんないです。もうおそらく学校だと思うんですけど、就活に使うって言ってるから、だから学校がこれを導入していれば大丈夫だったんじゃない。もしその学校がこれを導入していなかったんだったら、それは替え玉可能ですね。だ、そうそうそう、受験者と最初の、だからいるじゃないですか、最初にいる人とその後こう入れ替わった時にね、あ、入れ替わったっていう風に AI が検知するとか、複数人映り込んでるとかっていう時に、あ、これやってんなっていう風になったりとか、あと目線の動き、上を見てるな、これカンニングしてるな
とかっていう風になったりするわけですよ。まあ、一回ね、痛い目見てるからね、トフルで、イギリスでトフル導入されてて、で、替え玉っていうのがかなり行われていたっていうのがバレてしまって、イギリスで使えなくなったりとかね、したことあるんで、まあ、あれ組織的にやってたんですよね。で、BBC かなんかでしたっけ、がそれをすっぱ抜いて、ね、使えませんってなってね、IELTSがイエーイってなった時ありましたけど、まあ一応こういう風に監視のやつはやってるんで、で、自分が教えているところは、まあ使えるんですよ、企業でね。使えるところがあるんだけど、そこはちゃんと家じゃなくて、会場行かなきゃダメです。オンラインだけども、カンニング等ができないようにしてたりしますね。やっぱ別にこう監視する状況を作ってやるっていうのでやってるところもあります。こういうふうにまあ何かしらやっていけないと、まあその AI 監視のやつだったりとか、誰か試験監督的な人がいないとなかなか難しいっていう状況ではありますね。ただ、TOEFL のオンライン受験、家でやるやつの方がめちゃくちゃちゃんとしてましたよ。僕そのTOEFLの自宅受験のやつもやったんで、まあ、それも動画出してますけど、めちゃめちゃちゃんとしてましたよ。それはどんな風にちゃんとしてたのかっていうと、もう全部写さなきゃいけない、もうこの周りすべて写さなきゃいけないんで、部屋を全部写すんですよ。上は写したかな、とにかくまあ360度見るし、下もそう、机とかも、机の下とかも全部見る。それチェックされた状況で、で、これは何ですか、あれは何ですかとか、ダメですとかっていう風になってやるんですよ、受験で。さらにやっぱ視線もずれてたりすると来るんですよ、チャットでも視線ずれてますみたいなのが来るって言ってたんで、受けた人が。じゃあそういう風にちゃんと監視されながらやってる。まあ1対1も監視ですよね。まあ1対1で監視するってことはそれだけかかっちゃうから、料金、その分どっか別のとこからねやってるんですよね。どこでやってるのか、どっかの国の、ね、安いところ、人件費が安いところでやってるってことなんですよ。まあそういう形でね、カンニングの防止っていうのはTOEFLはすごい徹底してた。うん、これはさすがに無理なんじゃないのって思ったけどね、あれは、なんか別部屋から、そう、窓とかもちゃんとね、チェックするし、何かしら別部屋から合図を送ってたとしても無理だしね、どうせスピーキングなんてそんなこと言ったって、時間過ぎちゃうし、無理だよね、やりようがないもんね。まあ無理なんじゃないって思いましたけどね、TOEFLの場合は。TOEICの場合は確かにそこまでやってないんで、まあ人件費かかっちゃうでしょうしね。だから AI でっていう形でやってると。で、まあメッセージくれた方が心配してたのは、替え玉が日常的に行われる事態になれば、TOEICのスコアに対する信用問題にも関わると。まあそうでしょうね。そりゃそうだと思いますが、まあそういった AI でなんとかしようっていう試みが行われてると。まあ当然、TOEIC運営委員会側もそれは予想してたことですからね。で、それだったらちゃんとまあ、そのいつどこでこう受験したみたいな証拠はあるんですか、そういうのわかるんですかっていうふうに聞いたんですけど、わからないってことなので、一応注意喚起じゃないですけど、まあ取り上げるっていうのと、一応カンニング防止はあるっていうのは聞いてはいたので、その去年の段階でも導入した時に、それ用の対策授業をやって、で一応確認したんですよ、いろいろ。でその時言ってたんでね、 AI のやつが導入されることになってるんですって去年の段階で聞いてて、あ、そうなんですねって言ってたんで、まあその信用面に関しても言っておいた方がいいなと思って、別にTOEICの肩を持つわけでもないですし、ただそういう風にはなってると。まあ単位取得とかにねなってた場合はカンニングはかなりやばいと、まあ替え玉ねはかなりやばいなと思いますね。でそれで就職活動で、まあ就職活動って本当バラバラなんで、それをチェックしてるとかしてないかとかってあると思うんで、詐称になる経歴詐称ってこと、その可能性もありますよねっていう風にあってるけど、それでまあね、企業側が調べるかっていうのも、まあTOEICで雇いましたってなった場合はね。ただまあ基準はそれだけじゃないんでね、まあ一概に言うのは難しいかなと思いますね。ちょっとまあその辺の法律詳しい方言ってみてください。なんかTOEICの点だけだとちょっと色々と言うのは難しいと思いますけどね。まあ IP テストの正式なスコアとして認められる場合が多いですよね。まあそれは本当 It depends ですね。そういうなるところとならないところがあります。それも本当に企業側によって違います。で大学側も違いますね。その大学内で実施されたものしかダメとか、外部で実施したものではダメですよって言ったりもしてますね。でまあ公開テストはね、まあ一番どこでも認められるです。でオンライン IP テストも1時間で自宅で受験ができ、スコアも早く分かるという点で普及していってほしいですが、替え玉が日常的に行われてしまうのは危険だと感じました。うん、そうでしょうね。まあこの辺どうなるかな。ダメですよ、やめてください、替え玉しないでください、TOEICの信用を下げないでください。ネット検索してみていっぱいありますね、サイトで替え玉だったりカンニングだったりできるのみたいなのはたくさん出てますね。やっぱ考えるんですね、そういうこと。みんなというか多くの人が思うんですね。という形です。はい。
皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.